合衆国の効果。11州すべての紋章が刻まれている。連邦条約は、ブラバント革命中に締結された条約で、ベルギー合衆国の建国を定めた。合衆国は、オーストリア領ネーデルラントのブラバント公国、フランドル伯領、西フランドル州、エノー伯領、ナミュール伯領、ゲルデルン、メヘレン領主領、トゥルネート、トゥルネージ、リンブルフ公国。 ルクセンブルク公国で構成された。条約は1790年1月11日に発行、同年1月20日に批准された。1789年10月24日、フォンキステンとスタティステンら愛国派は革命を起こして、オーストリア領ネーデルラントのブラバント公国に進軍、トゥルンハートの戦いで、オーストリア軍を撃破した後、ショットを次々と落とした。 オーストリア領ネーデルラント各地は、ルクセンブルク公国を除いてそれぞれ皇帝溶ゼフ2世の統治を否定した。各地がそれぞれ独立を宣言するにつれ、独自に建国するよりも自治を維持しつつ、連邦を成立させた方が良いことが明らかになった。連邦条約は合衆国の憲法となった。連邦条約は1776年のアメリカ独立宣言の影響を深く受けており、 そのアメリカ独立宣言を1579年のユトレヒト同盟の影響を受けたものだった。そのため、ベルギー合衆国は、ネーデルラント連邦共和国とアメリカ合衆国の国政に基づいたものだった。フランス革命では、教会と貴族の財産が没収され、封建制が廃止され、貴族の特権も排除されたが、連邦条約では、 カトリック教会と貴族の伝統的な特権が維持された。一方、ベルギーは1791年9月3日から1792年9月21日まで立憲君主制を採用したフランスと違って一足先に共和制を採用した。ありがとうございます。